車走ってきて、あ、車の左に曲がろうとしてますね。あ、そうだ、ラッキー渡っちゃおう。いただきます。無職だ。しょ、やっちゃったって、ごめん。どっから出てきたの？どっから出てきたの？信号が青だったから女の子を渡っただけなんですけど。そうですよ、ダイバーさん。今、自転車の横断者が見えなかったんですか？はい、曲がるときにちゃんと確認しましたけど、全く見えなかったです。いやいやいや、皆さんも見てたと思いますけど、あの自転車の人、車のすぐ近くまで来てましたけど。いや、運転席からは全く見えなかったです。え、運転席から全く見えなかった？きっとそうです。いや皆さん、確かに自転車の横断者は車のすぐ近くまで来てましたよね。ですがドライバーは曲がるときに左側を確認したのに全く見えなかったと言ってました。どうして見えなかったんでしょうか。事故直前の位置まで巻き戻して見てみましょう。実はドライバーの目線からは死角と呼ばれる見えない場所があるんです。今からその場所を確認していきます。さあ、これが事故直前の位置です。今自転車の横断者は確かに車のすぐ近くだからドライバーからは絶対見えてると思いますよね。ですが実は自動車のこの柱の部分、ピラーに横断者がすっぽりと隠れてしまい、ドライバーの目線からは見えなくなってるんです。ですがこのピラーに潜む死角、ちょっと分かりづらいので皆さんに今いるところから体験していただきたいと思います。では皆さん、まず腕をこのように出して顔の前で曲げてください。さあ、これね、免許を持ってる人も意外と知らない方多いんで、皆さんぜひ体験してくださいね。そしてこの曲げた腕を自転車の横断者の方に向けてください。はい、こっちです。向け終わったら片目をつぶってください。そうすると横断者はすっぽり隠れてしまいましたよね。だからさっきの事故が起こったんですね、ドライバーさん。危ないですよね。で、皆さん腕はこのままでお願いしますよ。この腕をさらに顔に近づけていきましょうか。そうすると見えない範囲はどんどん広がっていきましたよね。それがドライバー側のピラーに潜む死角です。今この車は左折をしてきましたが、これがもし右折をする場合にはもうこれぐらい見えづらくなってしまうということなんですね。とっても危険ですよね。皆さん体験できたでしょうか。めっちゃ楽しい。お姉ちゃんの競馬する。さあ、自転車はドライバーの死角に入り込み、事故が起こってしまいました。青信号でも一旦停止をしましょう。青だけど車は私を見てるかなという標語もあります。ドライバーが自分を見てるのか、ん？あ、この位置さっきドライバーから見えないって話したばっかりですよね。じゃあドライバーさんの顔が見える位置にちょっと移動してください。バッチリ見える。バッチリ見えたら、さっきの皆さん歌聞いてましたかね。目と目を合わせてアイコンタクトで安全確認をしましょう。ドライバーさん、分かりましたね。はい、アイコンタクトですね。分かりました。どうも。はい、明日も安全アイコンタクト、ありがとうございます。はい、今ドライバーが先を譲ってくれました。さあ、ウッドストップ。職務を待った。さっきの話聞いてました。スマホいじってたら聞いてなかったですね。スマホいじってたらじゃないですよ。スマホも危ないって言ったでしょ。しまって。はい、で、車が来たらどうするんでしたっけ。どうするの。じゃあ皆さん教えてください。はい、なんて言うんだっけ。止まるで、なんだっけ。目と目合わせてコンタクト、アイコンタクト、アイコンタクト、そうですよ。はい、ではしっかりアイコンタクトを行ってください。はい、しっかり安全確認行ってますね。お互い安全確認してます。はい、じゃあ皆さん、せっかく答えていただいて、この子に大きな拍手をお願いいたします。答えてくれてありがとうね。そうなんです、皆さん、このアイコンタクトってとっても大事なんですよね。なぜかというと、こちら側が信号を守っていたとしても、ドライバーがこっちを見ていない場合っていうのが実際存在するんですよね。
なので車が来た時にはしっかり目と目を合わせてアイコンタクトで確認を取ってから横断歩道を渡るようにしましょうね。それではいよいよ最後の事故になりました。